屋で動画見てるから。はいはい、私はくるみ、至って普通の小学生。ピンポン。しかし普通じゃない幼馴染が私にはいる。くるみ遊ばー。クロハ、お邪魔します。いらっしゃい、クロハちゃん。こんにちは、遊びに来たのかい。悪いけど今日はやることが。動画見るのは後でもいいじゃない、遊んであげたら。やった、部屋行か。はっきり言うが、私はクロハが好きではない。わがままで甘ったれなクロハには、それこそ小さい頃から苦労させられている。他の子と遊ばないで、クルミは私のだもん。だけど親同士の仲が良く、家族ぐるみで付き合いがあるので、切っても切れない縁で私たちはつながっていた。この人形かわいい、もらっちゃおう。ちょっと、加えてこのクロハには他人の大切にしているものを欲しがる悪癖があった。それも売ってない限定品なの、返して。プレミアものってこと。くるみばっかりずるい、私もこれ大好きだもん。どうしていつも私の大切なものばかり取っていくの。くるみが大事にしてるといいものに見えるんだもん、独り占めなんてもったいないじゃない。あ、もうこんな時間、帰んなきゃ。じゃあね。ふう、ある意味私への執着が凄まじいクロハは、中学も高校も私と同じ学校に進学して、部活までくっついてくる始末だった。二人とも仲がいいんだね。まあね。くるみちゃん、ブロッコリー好きじゃないの。うん、私好きなものは最後まで取っておくの。じゃあ私が食べちゃおう。まあ相変わらず絶好調だ。クロハは中学の時から彼女持ちの男子にアタックしまくって、片っ端から奪いまくり、その数は片手じゃ足りないほどだった。モブロー先輩ってちゃんと見るとかっこいい顔してるよね。先輩にはモブコ先輩がいるでしょ。高校に進学してもこれも絶好調。時々どうしようもなく面倒になる。どうしたものかな。バスケ部の練習試合で他校から来たんだけど、体育館ってどっちかな。お邪魔します。サラおばさん、これいつもお世話になってるからお菓子焼いてきたよ。いつもありがとね。くるみなら部屋にいるよ。はーい、この家ってお人よしばっかりだから取り入るの楽よね。くるみ、クロハちゃんが来てやったわよ。今勉強中、漫画読みに来ただけだし。やばー、この漫画。上の階のドキュンがうるさいからって、そのさらに上に引っ越してやんの。声でか。ねえ、ちょっと話があるんだけど。何よ。クロハっていつも私のもの欲しがるじゃない。だからそろそろ縁切りたいなって思ってて。何よ突然そんなことで縁切りたいとか。今まで我慢してきたけど限界があるでしょ。これ以上は耐えられない。あんたと喧嘩別れみたいなことしたくないし、でもこれからも私から大事なものを奪い続けるって言うなら腹くくることにしたの。そんな、私たちずっと一緒だったじゃない。私を利用したいからそんな風に言うんでしょ。今後も一緒にいたいって言うなら、これまでの欲しがりを改めて。いやだ、私から離れないでよ。もう何も欲しがらないから許して。本当に？絶対だよ。分かった、その代わり二度とやらないって誓って。違います、くるみ大好きだよ。でもどうして今になって突然縁切るだなんて言ったの。それは、好きな人ができた。このままのクロハとの関係だと好きな人も取られちゃうんじゃないかって不安だったの。そんなのするわけないじゃない。そうね、なんだか腹を割って話せた気もするし、信用する。それでなんて人なの。やだ、楽しそう。2週間後。なんて、くるみが好きって言ってた人と付き合うことになっちゃった。ごめんね、でも本人同士が好きになっちゃったんだから仕方なくない。こんなことが続くなら縁を切るって言ったよね。お互いの気持ちが動いちゃったんだもの。奪うっていうのと違うと思うのよね。もういい、不可抗力なんだから、これからも仲良くしましょうね。はあ、これよこれ、この瞬間のために生きてるって感じ。くるみ、
じゃあ行こうか。そうね。どうした？ご機嫌だな。なんでもない。今日はどこに行く？そうだな、こんなにうまくいくとは思わなかった。てつくんって本当にかっこよくって。私がクロハに伝えた好きな人は柳と同じ高校で同じバスケ部の先輩鉄だった。ちょっと強引なところが男らしいっていうか。そんな私に彼との話をするなんてひどいよ。そんなこと言わないで。私が大事にしているものを奪うクロハの習性は偽の好きな人を口走らせたことでも有効だったようだ。ブロッコリー、クロハは特別好きじゃないはずなのに言い方次第であんなに食いついていたのがその証拠だ。私がそれを好きと言えば自分が苦手なものだって構わず欲してしまうのだ。結局クロハが一番執着している相手は私だ。ならいくらでもやりようはある。そんな風に自慢されたら悲しいよ。でもやっぱり幸せはお裾分けしなきゃね。成果はすぐに現れた。デツと別れたいから協力して。あんなにうまくいってるみたいだったのにどうしたの？ちょっと前まで仲良さそうだったのに。あいつほんと最悪。お風呂入んない上に手も洗わないから不潔だし、食事に行ったら店員への態度が横柄だし、返信遅れただけで家まで来るくらいね、ちっこいんだから。クロハ、クロハ出てこいよ。くるみのせいで付き合うことになったんだから責任取ってよ。あいつ別れようとしても全然話聞かない。当然私は鉄がそういう人間だということは柳から聞いていて知っていた。でも好きになったから付き合ったって言ってたじゃない。それはもう私の関与するところではないんじゃない？そうだよクロハちゃん、くるみちゃんは全然これっぽっちも全く関係がないよね。何よ悪情者。かすみありがとう。ん？何？いいの、そのままでいて。いない、いないわよね。クロハ、さあ一緒に手をつないで帰ろう。ギャー、やだ離して、冗談抜きで怖いって。絶対に逃がさない。もう付き合えないって言ったでしょ。いい加減にしてよ。死んでも別れねえからな。いやー、ビバビバビバ、ちょっとくるみ家に入れなさいよ。いや普通に絶交なんて無理。勝手なこと言ってんじゃないわよ。あんたが鉄のこと私に教えたせいでしょうが。どうせ私たちは幼馴染なんだから縁なんか切れないんだからね。やっと開けてくれた。はい、クロちゃんは今後一切うちにはできんです。お帰りくださいね。おじさんおばさんどうして？今まで仲良くしてくれてたのに。今までのことくるみから全部聞いたよ。さすがに感化できないかな。ずいぶんうちの娘を粗末に扱ってくれたみたいだね。ご両親にもこのことは伝えておくからね。もうくるみに関わらないでね。無視しないでよくるみ。それから私とクロハは完全に学校でも口を聞かなくなった。たまに視線を感じるが彼女に対する情などかけらも残っていない私には関係のないことだった。そして鉄との関係がどうなったかというと。クロハ誰なんだそいつは。クロハは俺の女だ。助けてゲン君。俺はゲン、通りすがりの同級生。なんかやべえことに巻き込まれそう。いろんな人を巻き込んでデッドヒートを繰り広げているらしい。卒業おめでとうくるみ。柳もね。私と柳のお付き合いも順調に進んでいる。待って、待ってよ。もう許して。私くるみがいないとダメなの。他に友達いないのよ。クロ、そもそも生まれてから一度だって許してたことないけど。じゃあこれからデートだから。かっこいいな。惚れ直しちゃった？そんなの毎日だよ。大事なものは絶対譲りたくないからね。